こんにちは、柴戸です。今回はこの HS アンダーソンのギターをご紹介させていただくんですけれども、 HS アンダーソンって皆さんご存知でしょうか。こういった感じのロゴなんですけれども、恥ずかしながらですね、私柴戸は初めて HS アンダーソンという名前を知りまして、すごく気になったので千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。どうしてもね、ちょっと聞きなじみのないメーカーっていうのは若干ねスルーしてしまうところがあるんですけれども、これはね木目がめっちゃ綺麗だったので非常に気になって、ちょっと鳴らしてみたいなというところで、今回ねいろいろ HS アンダーソンについて調べてみました。そしたらですね、非常に興味深いメーカーだったというところで、ぜひですねこれを機に皆さんも HS アンダーソンをお見知りおきいただきたいなという感じでございます。 HS アンダーソンはモーリスギターで有名な森平のブランドの一つです。モーリスといえばアコースティックで非常に有名なメーカーです。その時立ち上げを任されたのがなんと ESP の創業者である C の秀里さんなんです。いやこれは本当驚きましたね。 C のさんは最初に日本楽器に入社しております。まあ現ヤマハですね。ヤマハを退社後不次元楽器に行きまして、グレコのギターを設計しております。そして1975年に ESP を設立。めちゃめちゃすごい経歴ですよね。その後 ESP を退社して C の音楽設計事務所を立ち上げます。それが後のベスタックスになります。ベスタックスというと DJ 機器で非常に有名な会社です。 C のさんはギターに始まり DJ 機器まで非常に幅広く音楽機器の繁栄に長らく携わっている方です。シーノさんが設計したギターの中でも、まあ、有名なのはですね、プリンスが使っていたことで一躍有名になったこのギター。プリンスといえばですね、このプリンスギターも非常に有名です。今回ご紹介するのは HS5TR というふうなギターになっておりまして、形はですねジャズマスターに似てますね。ここの膨らみから斜めになっていて、こっちにこう尖っているっていうのは、まあ、ジャズマスターの流れです。このね清さんのモデルもね非常に似てます。形はスペックも非常に素晴らしくて、キルドメイプルのトップ、この距離からもね分かると思うんですけれども、めちゃめちゃメイプルの鮮やかなこの木目がすごいです。そしてボディのバックがですねアッシュなんですよ。これもね綺麗、超鮮やかな木です。メイプルトップのアッシュバックっていうのはなかなかギターの中でもね見かけないので、サウンドめっちゃ気になりますよね。そしてピックアップはですねビル・ローレンスの L500、 これねマニアな方は聞いただけでピンとくると思うんですけれども、あのヌードペッテンコートが使っているピックアップになります。それにトレモロついているんですが、これシャーラーのフロイドローズタイプがついております。まあ、これを見ていただいた限りですね、かなりねロックな感じのギターなんじゃないかなというところで、非常に音が楽しみなんですけれども、まだね僕鳴らしてないんですよ。生音だけね鳴らした感じだとすごいです。粒揃いがすごいです。ギュッと締まっていて直線的に音が出ている感じですね。握った感じなんですけれども、ネックは R が緩くて平らに近い感じです。それでは音鳴らしていきたいと思います。Thank you.